イサムと出かけたロングツーリングから戻った俺は、以前からの約束通り木島氏の元を訪れていた。呪術師としての木島氏しか知らなかった俺は、木島氏の意外な一面を知ることになった。木島氏は婿養子らしい。5歳ほど年上だという奥さんのゆかりさんは少しきつい印象だが、女優の萬田久子に似た美人だった。ゆかりさんの父親に関わる仕事で気に入られ、木島家に婿入りしたようだ。木島家が何をなりわいにしているのかはわからない。見るからに高そうなマンションのワンフロアを借り切り、そのマンションには目つきの悪い男たちが頻繁に出入りしていた。招かれたものでもなければ、あまり近寄りたい雰囲気ではない。木島氏には20代後半で家事手伝いの長女みどりと、女子大生の次女愛、中学生の三女瑠璃の3人の娘がいた。木島家に滞在して、俺がそれまで木島氏に抱いていたクールで冷徹なイメージはもろくも崩れ去っていた。家庭人としての木島氏は女房に頭が上がらず、娘に大甘なマイホームパパだった。少し引きこもり気味だが、緑は家庭的な女性で家事一般が得意、料理は絶品だった。愛は頭の回転が速く、話し相手として飽きない楽しい女だった。人懐っこい性格のルリはテニスに夢中。いろいろと驚かされることもあったが、家族仲の良い木島家は見ていて微笑ましかった。思いのほか居心地の良い木島家で、俺はくつろいだ時間を過ごした。だがリラックスした時間はやがて終わり、本題が訪れた。どんな目的があるかはわからないが、かねてより俺に会いたがっているという人たちのもとに俺は向かった。木島氏に連れられて俺が訪れたのは古い邸宅だった。表札には一木と書かれていた。木島氏と共に奥の部屋に通され、30分ほど待たされたか、少々イラつきもしたが、神妙な木島氏の様子に態度や表情には出さずにいた。やがて家主らしい初老の男性と榊夫妻、和装の老女が部屋に入ってきた。お待たせして申し訳ない。この男性は相当な地位にある人物のようだ。榊夫妻や木島氏の様子、何よりもその身にまとう威厳がそれを物語っていた。この初老の男性が一木喜章氏だった。挨拶もそこそこに一木氏が本題に入ろうと切り出した。一木氏は何かの報告書らしいレポートに目を落としながら話し始めた。バツ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 くん、昭和バツバツ年バツ月バツバツ日、 A 県 B 市出身、父親は、母親は、兄弟は姉と妹が一人ずつ。一木氏は俺や俺の一族の背景、その他諸々を徹底して洗ったようだ。一木氏の話す内容は、俺が自ら調べて知っていたことだけではなく、調べてもわからなかったことも数多く含んでいた。俺の父親は70数年前、今の北朝鮮、平壌で生を受けた。警察関係の役人だったという祖父と祖母は、まだ幼かった次女を連れて朝鮮半島に移住した。二度と帰国するつもりはなく、日系朝鮮人として朝鮮の土になる覚悟の出国だったようだ。父の実家は地元では一応名士とされていたようだ。婿養子で軍人だった曽祖父が東京である特殊な部隊に所属し、その後も軍人として出世したかららしい。その部隊に所属することは
大変な名誉とされていたらしい。地元選出の国会議員や市長クラスの宴席に呼ばれることもたびたびだったそうだ。曽祖父が出世して名士扱いされてはいたが、父の実家のあった地域は一種の被差別部落であり、父の一族はその中でも特に差別された一族だったようだ。俺の一族が田舎で差別された存在だったことを俺が知ったのは、祖父の葬儀のために父の実家を訪れた時のことだ。祖父の葬儀は異様な雰囲気だった。参列者は俺たち親族と祖父のお弟子さんだけで、近所からの参列は古くからの付き合いのある坂下家だけだった。俺たちの様子を伺う近所の住民たちの視線を俺は生涯忘れることはないだろう。差別とやらの内容は知ることはできなかったが、憎悪や恐怖、その他諸々の悪意の込められた視線、呪詛の視線だった。96歳で台湾で核死した祖父は、韓国や台湾、中国本土を頻繁に行き来する生活を送っており、弔電は国内よりも国外からのものの方が多かった。国内の弔電も引き上げ者やその家族からのものがほとんどだったようだ。父たちの引き上げは地獄だったそうだ。父は昭和24年に引き上げたらしいが、引き上げ時に負った傷が元で、右目の眼球と左耳の聴力を失っている。だが、父が話すことはないが、帰国後の日本で父が見た地獄は、引き上げ時に朝鮮半島で見た地獄よりも苛烈だったようだ。父にとっての故郷は生まれ育った朝鮮であり、ルーツである日本の田舎は記憶から消去したい呪われた場所らしい。祖父の葬儀が終わった後、父は姉と妹、そして俺に言った。これで我々の一族とこの土地の縁は完全に切れた。私がここに来ることはもう二度とないだろう。私たちはもう他の土地の人間なんだ。お前たちも二度とここに来てはならない。すべて忘れるんだ。祖父は苦学しながら高等文官試験を目指す学生だったそうだ。翻訳や家庭教師といったアルバイトをしていて、東京で女学生をしていた祖母に見初められたらしい。祖父は高等文官試験には通らなかったようだが、特殊な才能を持っていたそうだ。全く知らない外国語でも一日あればおおよそ理解することができ、1、2週間ほどで読み書きは別にして自由に話すことができたそうだ。ことの真偽はわからないが、祖父が日本語のほか、英語、フランス語、ドイツ語、朝鮮語、中国語、ロシア語、スペイン語、ポルトガル語の会話と読み書きができたのは確かだ。祖父は婿養子として祖母と結婚し、内地でキャリアを積んだ後、警察関係の役人として朝鮮に渡った。日本の敗戦により、朝鮮の土になるつもりでいた祖父たち一家は、やむを得ず多数の引き上げ者を連れて帰国した。本来ならば、差別の残る祖母方の実家ではなく、祖父方の実家のあった地に戻るところだったのだろう。だが、祖父の実家は終戦直前に、家族、親戚と共に一瞬でこの地上から消滅してしまっていた。父は高校卒業まで田舎にいたが、大学進学を機にそこを離れ、祖父の葬式まで二度と戻ることはなかった。大学に進学した父は知人宅に身を寄せた。父が下宿していた知人宅、それが俺の友人、P の父親の実家だった。詳しいことはわからないが、朝鮮半島で俺の祖父と P の祖父には何らかの関係があったらしく、俺の祖父の手配で
P の祖父一家は日本に移住してきたらしい。俺の一族に P の一族は返しきれない恩があるとかで、俺の一族に何かあった時には何を差し置いても助けろというのが P の父親の遺言だそうだ。俺にとっては P は友人であり、恩や遺言は関係ないのだが、彼にとってはそうではないようだ。カトリックだった祖父の実家は、同じくカトリックだった母方の祖母の実家と家族ぐるみの付き合いがあったそうだ。父と母の結婚は母方の祖母の強い要望によるお見合い結婚だった。日本に帰国後、公職追放されていた祖父は処分が解けた後も公職に復帰することはなかった。金になっているのかなっていないのかよくわからない芸事で身を立て、祖母が亡くなった後は一年の半分くらいは外国を回る生活を送っていた。母方の祖母の話では、祖父の上京前、父方の祖母と出会う前、母方の祖母と祖父は恋仲だったらしい。母方の祖父も早くに亡くなっているので、子供の単純な発想で、ならおじいちゃんと再婚しちゃえばよかったのにといった覚えがある。祖母は、そういうことはできないんだよ、それにあの人には大事な仕事があるから。祖父の大事な仕事が何なのかは結局知ることはかなわなかった。ただ祖父の結婚も朝鮮への移住も祖父母の強い意向が働いていたのは確かだ。日本国内での厳しい差別から逃れるためだけではなかったようだ。一木氏は俺たちの一族が受けてきた差別の実態について語り始めた。父の実家があったのはとある漁村の一角だった。だがその集落はもともとは山二つほど内陸にあった村が移転してきたものらしい。この村はある特殊な信仰を持っていた。教義や儀式、念仏や礼拝など信仰の実態に関わるものはすべて口伝で伝えられ、もともと文書等は一切残されていない。一向宗の一派とも、隠れキリシタンの一種とも言われるが、口伝が失われて久しく、実態はもはや知ることはできないそうだ。移転してくる前にあった村が大きな災害によって全滅してしまったかららしい。この村の宗教は仏壇や仏像、十字架など形あるものではなく、家の中の決まった部屋の白壁に向かって瞑想を行い、神の姿を思い浮かべて、それに対して礼拝する形をとっていた。さらに特殊な礼拝法の他に、この村には人柱の風習があったようだ。ある特定の家から10年に一度とか20年に一度といった感じで人柱を立てていたのだ。代々その人柱を出していた家が坂下家らしい。隣近所で祖父の葬儀に参列した唯一の家だ。坂下家は3年ほど前に最後の生き残りだった坂下虎之助氏、虎爺が亡くなって耐えてしまったが、代々父の実家との付き合いが続いていた。祖父たちが日本を離れるとき、長女はまだ10代で結婚したばかりだった。坂下家はまだ若いおば夫婦の貢献をしていたようだ。深い関わりを持っていた両家だったが、証言者によると、父の実家は坂下家の世話をしつつ、その逃亡を防ぐために監視する役目を負った家だったらしい。以前読者の方に月子について質問を受け回答したことがあった。自分の身元がバレたかと一瞬焦りもしたのだが、俺が10代の頃、虎爺に連れられて坂下家の娘さんが遊びに来たことがあった。耳が悪く言葉も話せなかったが、とても綺麗な女性だった。
彼女は絵がうまく不思議な力を持っていた。こちらが考えていることや前の晩に見た夢の内容を恐ろしく正確にいつも肌身離さず持っていたスケッチブックに書いたのだ。坂下家には代々何らかの障害とともにこういった不思議な力を持った娘が生まれてくるのだそうだ。この女性は数年後、20代の若さで亡くなってしまったのだが、姉の結婚式の時、不思議な力を持った坂下家の娘が人柱にされていた話を、俺は最後の生き残りになっていたトラジーンに聞かされていた。一木氏の話は俺の記憶に合致し、それを補強するものだった。坂下家はいわゆる一種の月子の家系だったのだ。父たちの帰国後、おばあ夫婦はすでに亡くなっていた。米軍機による機銃掃射に巻き込まれて死んだという説明だった。だが、一木氏の話によるとそうではなかったらしい。おばあ夫婦は集落の若衆、証言者の父親たちによって撲殺されたらしい。帰国後、しばらくして亡くなったという次女も病死ということになっているが、そうではなかったようだ。昔から実家にいた頃の話をしたがらない父に尋ねても真相は聞けまい。なぜ父の実家はそれほどまでに恨みを買っていたのだろうか。一木氏による証言者の話では、集落の元いた村が滅びる原因を作ったのが俺の先祖だったらしいのだ。証言者の話によると、人柱は村を見下ろすお山の御神木に貼り付けの形で捧げられていたらしい。代々坂下家の世話をしながら監視を続けていた俺の家の家長が人柱を捧げる役目を負っていたようだ。だが、何代前だかは知らないが、人柱を捧げるべき俺の家の男が人柱の娘を連れて村から逃亡したらしい。男は追手を何人も切り殺し、娘を連れたまま逃げおおせたそうだ。逃げた二人がどうなったのかはわからない。娘を連れて逃げた男の父親は御神木を切り倒し、お山に火を放ち焼き払った。御神木を切り倒した男は逃亡を図ろうとしたのか、追手を食い止めようとしたのかはわからないが、激しく抵抗した上で、片目を矢で射抜かれて死んだそうだ。村の名主の子孫だという証言者の先祖が逃亡した男に切り殺され、その父親が御神木を切り倒した男を射殺したと伝えられているそうだ。一木氏の話を聞いて、俺の背中にぞくりと冷たいものが走った。隠していた悪事をいきなり暴露されたかのような、異様な、そして経験したことのないような衝撃を俺は感じていた。坂下家と俺の先祖の生き残りは村を追放された。両家の者は山二つを越えた漁村に落ち延びた。俺の先祖は医術だか薬草学の知識があったらしく、流行り病で住民が次々と死んでいた村を救い、村での居住を許されたようだ。先祖が元いた村は、御神木が失われた以降、井戸や川が枯れ、飢饉や疫病が続き、多くの村人が近隣の村へと逃亡したそうだ。そしてある年、嵐による大雨が続いた村は、神木のあった山の山津波によって全滅したらしい。生き残りの者たちは村の全滅を御神木のたたりとして、俺の先祖や一族を深く恨んだようだ。滅んだ村の生き残りは、俺の先祖や坂下家を受け入れた村に次々と入り込み、いつの間にか村を乗っ取っていた。俺の一族と坂下家は生贄や人柱を捧げさせられることこそなくなったが、元のように監視され、
集落内での差別と呪詛を一身に受け続けた。それから何年、何世代経ったのかはわからない。俺の一族には男の子が生まれなくなり、養子にもらった男の子も育たなくなった。一族の女の嫁ぎ先でも似たような状況になったらしく、断絶した家もあって、バツバツ家の地獄腹と言われていたそうだ。証言者は今でも俺たち一族を恨み呪っているらしい。恨みが語り継がれ、呪詛と差別が残った。だが正直なところ、何世代何百年も前のことで人を差別し、恨みを持続できる心情を俺は理解できなかった。彼らの論法で言えば、一度も会ったことはないが、二人のおばを殺されている俺の方が恨みや呪いを抱く的確があるだろう。だが俺は、証言者や祖父の葬儀と調査のために二度しか行ったことのない田舎の人間を恨んだり呪ったりするほどの生々しい感情は持ち得ないというのが正直なところだった。俺は正直な感想を一木氏に伝えた。一木氏は俺の言葉を肯定するようにうなずいた後、さらに言葉を続けた。彼らが君の一族に世代を超えて呪詛を向け続ける理由は確かにあるのだよ。切実な形でね。問題の集落は近くに鉄道の駅ができ、国道が整備され、過剰なほどの県道や市道が整備され、元いた住民よりも、ここ2、30年ほどで流入した人口の方が多いらしい。もはや外見上は被差別部落の残滓を探すことも難しい現状のようだ。だが、部落の子孫、俺たち一族と坂下家を追放した連中の子孫には、深刻なたたりが残っているそうだ。部落の子孫たちには、生まれつき外貌や知能に障害を負った者や、臓器を逸して凶暴だったり、乱脈だったりといった精神や性格に問題のある者、難病を患う者が絶えないらしい。家族にそういった問題を抱えていない家庭はないと言えるくらいの頻度だそうだ。それが何世代も続いて、俺たち一族への恨みや呪詛は今までも語り継がれているらしい。そして何よりも彼らにとって重大だったのは、神木が切り倒され、山が焼き払われて以降、彼らの信仰の対象だった白壁の神の姿を見ることができなくなったことだった。一騎士はさらに言葉を続けた。一騎士や他の霊能者の見立てでは、俺と父は本来は生まれてこないはずの人間だったらしい。これは坂下家と俺の一族の背負った業のようだ。両家の命数はすでに尽きているということだった。一騎士の言葉を俺は受け入れざるを得なかった。認めたくはないが、坂下家はすでに断絶し、俺の一族もおそらく俺たちの代で耐えるであろうことは俺も予感しているからだ。嫁に行った姉は不妊持ちですでに治療を諦めているし、俺と妹は結婚の予定もない。俺はこれまでろくに否認などしたことはないが、女をはらませたことはなく、アリサを失った事故以来、性的には不能状態なのだ。すでに滅んでいたはずの俺たちの一族を今日まで存続させてきた理由があるとすれば、それは祖父母による朝鮮への移住だった。日系朝鮮人として朝鮮の土になる。その覚悟が一時的にではあったかもしれないが、俺たち一族の滅びの業を食い止めたのだろうか。そんな俺の思いを一騎士の言葉は打ち砕いた。君たちの一族の画布の部屋には、本来次なる魂は用意されていなかったのだ。もう君も気づいているのではないか。君の父親は生贄の女と息子を逃した男の生まれ変わりだ。そして君は生贄の女を連れて逃げた男の生まれ変わり。いや、そうではないな。
生贄の女と逃げた男の生まれ変わりだ。俺はゾワッと全身の毛が逆立つのを感じた。何を言ってやがるこのじじい、ぶっ殺してやる。なぜか俺は激しい憎悪と殺意に囚われた。そんな俺の劇場を受け流すように一木氏は静かに言った。君には断絶した記憶があるはずだ。その断絶した時点の記憶を思い出すのだ。俺は激高を抑えるように記憶の断絶点、子供の頃川で溺れて死にかけた時のことを思い出した。すると妙な記憶、映像が浮かび上がってきた。俺は水の底から子供の足をつかみ、その子供を水中に引きずり込んだのだ。子供の顔は見えなかったが、俺は子供の首を絞めていた。何なのだ、このイメージは。一木氏は言った。それが君だ。君は女の魂を宿した子供を殺そうとした。いわば悪霊。だが、君自身も女の魂、悪霊に殺されそうになったことがあるはずだ。俺に瀕死の重傷を負わせ、アリサの命を奪ったノリコのことか。俺の体には異様な悪感が走っていた。アリサやホノカ、その他の性同一性障害を持ったニューハーフの女性たちに抱いていた不思議なシンパシー。俺自身が妙だと感じていた感情の理由を、俺は突きつけられた気がした。一木氏はさらに追い打ちをかけるように言った。君は朝鮮時代に君の祖父母たち一家に雇われていたお手伝いの女性の話は聞いたことがあるかな？あります。父が話すとき、主にと呼んでいる女性ですね。引き上げの直前まで、実の子のように可愛がってもらっていたそうです。その女性がパン・ソンヘ。Pの父親の祖母にあたる人物だ。君たちは知らないかもしれないが、非常に高名な呪術師だった。様々な呪術を用いたが、朝鮮では今ではもう絶えた、反魂の方の数少ない実践者だった。君の祖父は反魂の方の対価として、その権力を用いて、彼女の弟の一家を日本に。込み上げてくる吐き気を抑え込むように俺は言った。もういい。十分だ。もうやめてくれ。一木氏は静かに言った。そうだな。私の話したいこと、話せることはほとんど話した。ここまでにしよう。俺の両目からは涙が流れ、止まらなくなっていた。木島氏の顔は青ざめ、何も言おうとはしない。一木氏が部屋を出た後、榊氏が俺の前にひざまずき、涙を流しながら言った。すまない。本当に余計な、すまないことをしてしまった。私は、そして家内も夢を見ていたんだ。榊家など継いでくれなくてもよいから、君が孫の夏子の夫になってほしいと。あの子が君のことを話さない日はないんだ。私も家内も君のことは本当に気に入っている。そしてあの子の願うことならすべて叶えてやりたい。だが、それはできない。あの子は私たちのすべてだ。あの子を失うようなことは絶対にできない。勝手なことを言ってすまない。もう二度と、夏子にも、千鶴さんにも、関わらないでくれ。榊夫妻は、木島氏に伴われて部屋を出て行った。唖然とする俺に、和装の老女が
語りかけてきた。私たちもね、まさかこんな結果になるとは思っていなかったのよ。本当に。あなたの一族が退治している神の正体は私たちにはわからないの。ごめんなさいね。榊さんがぜひあなたを夏子さんの婿に迎えたいから調べてほしいということだったのだけどね。あなたには特殊な才能があったから、それを把握するためにもね。私たちもあなたに榊さんの家に伝わる術を受け継いでほしかったのよ。でも調べれば調べるほどにあなた方の一族は。俺は何も言えなかった。そんな俺に老女は言葉を続けた。あなた本当に人を好きになったことある？ありますよ、もちろん。あなたが人を愛することをこの神は許さない。あなたが愛した人はその意志に関わりなくあなたから引き離されていく。それが運命なの。それに抵抗してあなたと一緒にそばにいようとする人は命を奪われるでしょう。この神にね。それが呪いなのか。呪いならマサさんのあの井戸で。それは無理でしょうね。あなたに降りかかっているものは呪いの類ではないから、むしろ愛に近いものかも。そんなバカな。いいえ、本当よ。あなたはこの国にいる限り、定められた日まではどんな厄災に巻き込まれようとも生き残り続けるでしょう。周りの人が死に絶えるような事態に陥っても、ものすごく強力な神の加護があるから。でもね、あなたの周りの人はあなたの加護には耐えられない。あなたに愛されたら一緒にいれば命を落としかねない。夏子さんはとても強い力を持った娘だから、命を奪われるまで抵抗してあなたのそばにいようとするでしょうから。でもそれは榊さんご夫婦には耐えられないことなのよ。分かってあげてほしい。そうでなくてもあなた自身が夏子さんのそばにいてあげられる時間はそう長くはないから。あんたの言う定められた人やらは近いのかい？ええ、近いわね。ところで、あなたに夢はある？どんな望みを持っている？女の言葉に俺の家族や木島一家の顔が浮かんだ。大した望みはないよ。とびっきりの美人でなくてもいいから、よく笑う可愛い嫁さんをもらうんだ。尻に敷かれたっていい。安月給でもいいから、昼間の普通の仕事について、毎朝ケツを叩かれて満員電車に揺られて、朝から晩までこき使われて、疲れて家に帰るとかみさんと子供がお帰りって迎えてくれて、子供は勉強なんてできなくていいからひたすら元気で、休みの日にはクタクタになるまで遊ぶんだ。月曜日の朝にはまたケツを叩かれて、そんな生活がずっと続くんだよ。そのうち俺も神さんもじいさんばあさんになって、孫と遊んだり小遣いをせびられたりして。ああ。そう言いながら俺は自分の声が震えているのに気づいた。素敵な夢ね。だがもう叶うことはない。そうなんだろう。いいえ、夢は叶うわよ。いつもその夢を思い続ければ、寝ても覚めても思い続けて祈り続ければ、人間の精神の力は、人の思いは、翼のない人間に空を飛ばさせて、深海だった星の世界に生きた人間を送り込んだでしょう。人の心は
あらゆる不可能を可能にしてきたじゃない。どんな横島な願いであっても、願い続ければ必ず叶う。道元禅師も言ってるわ。それがたとえ神の意志に反したとしても、生きて祈り続ければ必ず叶うわよ。随分とプラス思考なんだな。あんた何者なんだ。市木陽子。さっきまであなたと話していた市木希少の姉よ。私の姉の翔子はあなたの師匠、マサの母親なのよ。長い間患っていて最近亡くなってしまったのだけどね。姉はあなたにも会いたがっていたわ。さっき言ったことは姉の受け売り。姉はあなたがさっき言っていたような人生をいつかは息子が送れますようにって生前ずっと祈っていた。マサも多分あなたのような夢を抱きながらこれまでの人生を耐えてきたのだと思う。私は姉の祈りを引き継いで甥のために祈り続けるわ。あなたのことも祈ってあげる。それしかしてあげられないから。だからあなたにも夢を諦めずに祈り続けて生き続けてほしい。ありがとう。お返しと言ってはなんだけど、俺に何かできることはあるかな。市木陽子は俺に一枚のメモを渡した。これをマサに渡してあげて。生前姉はマサに会うことを許されなかった。そういう契約だったからね。姉のマサの母親のお墓の住所なの。必ずお願いね。俺は木島家を出るとそのまま駅へと向かった。ホームでマサさんやイサムたちの待つ地元に向かう列車を待ちながら、ふと思った。ずいぶん遠いところまで来てしまったんだな。地元に戻ったら両親に電話して、久しぶりに実家に帰ろう。そう思った。